九州産業大学附属九州高等学校吹奏楽部の皆さんです。まあ、先生、吹奏楽何か楽しく見るポイントなどありますか？はい、もともと確かに吹奏楽もかなり強豪校なんですが、今回はそのマーチング部門ということで、マーチングを披露していただきます。これだけ広いフィールドをですね、みんなで駆け回って、演奏しますので、その綺麗な列が揃っているところとか、あとは歩幅が揃っているところなどを注目していただけると、より音楽に合った動きを楽しめると思います。なるほどですね、歩幅までやはり合わせてるんですね。はい、そうです。この学校、私たちの学校は福岡市東区の歴史ある嘉信の街中に位置しておりまして、学校行事や部活動に活気がある学校です。吹奏楽部は吹奏楽コンクール九州大会出場などの実績を残しています。本日は2、3年生と新たに仲間に加わった1年生で演奏させていただきますとコメントもいただいております。はい、さあ1年生もうデビューなんですね。はい、早いですね。おそらくまだ1ヶ月経っていないと思いますが。そうですよね、ドキドキの中だと思いますが、はい、息がぴったり合うかどうかも、はい、注目していただきたいです。はい、はい、さあそれでは準備はよろしいでしょうか？九州産業大学附属九州高等学校吹奏楽部の皆さんです。どうぞ。